とちゃん送って。大久保博之実行委員長よりご挨拶を申し上げます。大人こそしっかりとこの問題に関わらないと将来の世代には大きく問題としてのしかかる、そういう課題になっていくと思うんです。この海をきれいにしていくことは次の世代を、生かしていくことなので、今この時代に生きている私たちがやっていかなければならないことだと思います。このゴミの問題、本当にみんなで警鐘を鳴らしていかなければならないと思っております。綺麗だったブルーを取り戻そうと、そういう運動を展開できればいいなというふうに思っております。本日ご出席いただいた皆さんにボードに書いていただきましたので、ここで発表していただきたいと思います。国豊です。環境破壊の現状をしっかり世に伝える、毎日実践していきたいと思います。海岸にあるプラスチックゴミをぜひなくしていきたいと思います。向かいまして右側にですが、サッカー J リーグの水戸ホーリーホック様と、バスケットボール B リーグの茨城ロボット様からもワンアクション宣言のメッセージをいただいております。